こんにちは、皆さん、スプレーアートエリーのベルちゃんです。今日ね、ちょっと傭兵の起こし方を教えたいと思います。一つ目は、今ホテルにいるけど、なんか今早く出ないと、そうじゃないとお金払う。で、二つ目はちょっと重いものを投げる。で、三つ目は水をかける。それで、その三つどれが一番起こるのかって見てみます。やめ、あのさ、持ち帰ったよ。今行かれた。もう、ごチェックアウトだよ。嘘だよ。嘘だよ。まだ朝3時ですよ。は？で、今また寝ちゃって、マスクつけて寝てる。なんか30分経ったから、もう一回起こします。おはよう。真っ暗は失敗だった。起こせなかった。三つ目いきます。おはようございます。おはようございます。もう朝の6時です。あ、起きた。すごい、怒ると思ったけどさ、優しいね、傭兵。耳の中に水入ったんだよ。後で怒るよ。これ動画終わったら超怒るよ。超怒る。怒んない。動画終わったらもうなんかベロも心臓取り出して。超優しい。なんかいたずらをしてほしい人がいればコメントしてください。あと面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。アディオスアミゴス。アディオス。